この作品の特色は10年の間に作ってきた本当にさまざまな異なる手法を用いた作品から抜粋しているので、そのノイズムの多様性、あるいは金森城の作品の多様性とかいうものをすごくバリエーション豊富に見られる作品なので、舞踊の多様性そのものもね、ある一人の作家の中から感じてもらえると思うし、何の共通性も持たない出来事の羅列じゃなくて、それらがお互いに干渉してくる、並べてみることでよりある種のテーマ性とか精神性みたいなものが、それこそ鏡に乱反射するように観客の皆さんの中で弾かれて、最終的に一つの像を生む、あのイズムって、あ、金森城ってっていう、